バハムート降臨リリースからもう1週間ぐらい経ってんのかな。まあそんな経ってないか、4日ぐらい、5日4日ぐらいやるか。何も溜まってんねんこれ。あけましておめでとうございます。チケット15ルピが1560、確かね、スマホの方にはアプリの方には何ぼか入れとると思うんやけどな。クリスタルこっちにはあれだな、 DMM だから DMM のコインじゃないとダメなのかな。いいや、開けよ。とりあえずチケットから開けっか。はい、開けましておめでとうございます。いやね、この確定演出欲しいな。ウィッチ使わないんだよな。わからんけど、ウィッチが今めちゃくちゃ強いらしいけど、あれ何戦かやったんだよね、ランクマ。あれが出てきたわ、コスト9のさ、コスト9のなんだっけな、あれ手札5枚補充するやつ。あ、これグラブルっぽい。え、これあ、でも大体グラブルってあれでしょ、バハから来てんでしょ。あれだよね、いたよね、これかわいい、プレミアだ。とりあえずあれが欲しい、ロイヤルのレジェンド、なんだっけな、イケメン、アールベールだ。そう、ドロシーが強いんだよね。なんかあいついたら手札枯渇しなくねっていう、ちょっと出ないんだけど。あー、ゴールドぐらい出てほしいですね。クラーク、うん、まあ作ればいいんだけどさ。じゃあ1枚ぐらい出ようぜ。もう7だぞ。あ、8か。もう8だぞ。ああ。ロイヤルだ。突進必殺。3? あ、必殺か。よいしょ。ああ、アルベール出た。なんかでも、微妙って言い方したらあれだけど、エンハンス9、え、これどういうこと、エンハンス9ってさ、これでも出した時5を使うじゃん。ちょっとよくわかんないですね。行くぞ、人雷が如く、行くぞ。みんなすまない、ちょ、寝起きだから声がさ。プレミアムのあれ変わったんだね。アルベールのさ、国家ちょっとよくわかんないんだけどさ、エンハンス Q ってあれファンファーレでエンハンスじゃないの、あれって違うの。プレイジってあれじゃなかったっけ、倍出した時じゃなかったっけ、こういうする時あったっけ。まあ、1ヶ月以上。あ、5コスが9コスになるの？なるほどね。出ねえ。ちょっとゴールドぐらい出てくれないとなんかあれなんだけど。まあでもこんなもんでしょ。15パック引いて。お、なんだこれ。ルーンの貫きのプレミアだ。すっげえ目がチカチカするんだけど、これあれじゃん。あれじゃん、あれ、聖なるバリア、ミラーフォースじゃん。あれか、継続ってことは次のターンからずっと出てるってことか。おえー、あ、モニカだ、かわいい。
この姿を見て侮るなよ。小さいって言うな。油断したか。この姿を見て侮るなよ。かわいい。ルピー、100ルピー15、こっちも15引けるな。チケットなしか。あ、引いたような気がするな。10引こう。待て待て、レジェンドがアルベールしか来てないんだけど。最近ロイヤルしか使ってないから、ネクロも触ろうかなって思ってんだけど。ネクロアサシン、かわいい。聖者ってうるさすぎ。かわいい。静かにしてよ。今の声優誰だっけな。ここまで出てきてんだけど出てこねえ。羽川じゃないの今のって。違うの。ネクロアサシン。あぶね、スキップするとこだったわ。いや絶対さ、ビショップじゃんこれ。あ、エルフだった。構築済みデッキ買おうかな。俺エンシェントエルフ持ってなかったんだけど。あ、モニカのプレミアだ。かわいい。この姿を見て侮るなよ。あ、全然花川じゃなかった。あ、出ねえ。これ30パック引いてレジ1枚とか、なんかクソクソ微妙そうな結果に終わりそう。シャドウリーパー。あ、またモニカ出たんだけど。あ、これプレミアか。みんなを守る方。案外声高かった。ついばむ方。え、どういうこと。ついばむ方って何。ほい、あれ、よっと、プレミアだ。ウィッチか。ああ、これ強制進化か。強いやん。あ、でも33、あれと同じだね。名前が出てこねえわ、強制進化っつったら。ねえ、あれじゃん。ふう。ゴールドはぼちぼち。なんか昔あれやな、デュエマとか一気に10パックとか買って全部爆死した時の感覚に似てるな。バンプだ、バンプ。全て2ダメージ。フォロワーが破壊されて相手のリーダー1。は？え、強ないこれ。相手のフォロワー全てに2ダメージ。相手のフォロワー全てに2ダメージってこれあれじゃん。出てこねえ、ドラゴンの。ファフじゃん、ファフ。あ、出なかった結局。なんかあれ、バハムート。あー、なるほどね。アルベルだけだった。あ、アルベルじゃない、ケツガの女帝も当たったのか。結局2枚だけだったな。